勝ったれ。私を倒すと王者というのは盾ではないようだな。ほらもう言うてるじゃん。これ正真正銘のラストなんでしょうね。これが本当のラストだろうな。魔人ダークドレアム、正真正銘のラストかな。これがこの長い連戦の中でついに、うわ体も赤いじゃん。レディーファイト、行きましょう。ラストです。これが正真正銘ラストの試練ですね。これが一番難しいんだとは思います。聞いたことあるもん、めっちゃ難しいっていうのは聞いたことあるから。いくぞみんな。魔人の絶技、特技でしょ。うん、なるほど。よしよし、まあこれはでかいっすね。一旦向こうはでかいよ。よっしゃラッキーラッキー。ある意味僕はこのパーティー信じてますからね。このパーティー意外と好きなんですよ。バカミの一つ上みたいなパーティーですけど、このパーティー意外と僕好きなんですよ。ドラゴン軍団って僕ドラゴン好きなんですよ。まあネタパーの一つなんですけど、正直言えば。でもこう魔王戦で比較的安定するんですよ。僕意外と好きなんですよドラゴンが。ね、入れるだけで HP も高くなるし耐性もいい。ドラゴンバスターカードがいっぱいあるけど、その代わりね、その中でドラゴンを使い続けたいんですよ。行きましょうみんな。大丈夫大丈夫、まだ大丈夫だ、大丈夫だ大丈夫だ。3600、まだ無傷です。まあ2ターン目いてつくはラッキーだったね。でただ行くぞ。大丈夫かなこれ。ダメージが足りてんのか。グランドクロス、さっきより強いだろうな。陶器が違うもん。うえ、めっちゃ食らうやんけ。1000食らった。いやーもう3割食らってんのかってことは。うわーキンキン言ってるもんね。次は勇気貯めない方がいいのかな。勇気貯めずに行きましょう。一回会心出すと違うんですけど、出せるかどうかですよね。貯めない、あえてここは。一回会心出したらじゃ無理だな、てか。うん。何してくるか。4ターン目とか何だろう。ギガデインとか来たらやばいか。避けられたか。魔人の方向、なんだ今まで見たことない技、なんだ、え、なに、え、やっ、きつい技きた、つい技、それはきついか。何してくるの。グランドクロス、やばいか。ワンチャン2体で攻めてくれ。2体でちゃんと当てればいけんのか。ワンチャンある。え、これ
ギリか。ギリギリいけるのか。いや、行くしかないんだ。頼む。メタドラ、圏内に。行った圏内入った。圏内だ。あ、行った。俺の信じた。前世紀、ネタで使ってた、ドラゴンパーティーは、間違っていなかった。剣内入っとる、剣内入っとる、メイクアップ剣内入っとる。あ、声が枯れてきちゃった。来た、いける、終わる、終わる、これでラストの戦いが終わるか。ラストは本当は本家で決めたかったよ。いけ、やっ、いけ、あー、やったー、一発、一発、一発でダークドラヤもいっちゃった。勝負あり、一晩でクリアしちゃいました。みんな喜ぶとこ、やった喜んどこ、やった喜んどこ、やったー、一発撃破。声枯れてんじゃん。いやー、やったー、このファン、もう終わっていいよね、もうこれ終わったってことですよね。いや、長かった、マジできつかったぞ。一晩でよくいけたわ、我ながら。うん、すごい、このファンファーレはいつ聞いても嬉しい。ついに王者テナさんが魔人ダークドラゴンを撃破。まさかこの私が敗れるとは。一発やでね、ドラゴンパーティーでね。これじゃ王者ティラの力、勇気の力なのだ。そうだよ、ナイトリッチなんて使わなくても勝てんだよ。人間にも見どころあるものがいるのだな、ティラよ。お前を宇宙一の王者と認めよう。なんと魔人ダークドラがティラさんを宇宙一と認めました。宇宙王者ティラ、なんかかっこいい。わざわざこのカード作ったの？ダークドラムが？ダークドラムさん、わざわざこのカード作ったんですか、あなた。て、あの、自分の手で、頑張って作ったんでしょうね。え？あ、これあれじゃ、これあれじゃない？あれだもんね。レジェンドダイモンカード。あれ？手に入るんだ。これは、私の中で今、じゃなか、横島な空想が今広がりましたよ。何これ？知らない。悪夢の剣。私は破壊の作事空間にダークドリアム。何者も私を滅ぼすことはできぬ。まあ、ゲームで滅ぼせたら大変わ。いや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 、めちゃくちゃ言ってません、あなた。いやー、すっごかったですよ、ティラさん。もう僕もね、感動した。よくいけたなーって思ってる。最後のクソみてえなドラゴンパーティー何だったんですかね。あ、エンディングだ。2回目っすね、これ。てか、曲が、てんてんてん。この曲知ってる？めっちゃ懐かしいやつだ。2回目のエンディングだ。いやー、2回目のエンディングですよ。シャープ30からやってきて、ね。また31。この動画を上げる頃にはまだ30までなんですけど、実は。ね。まだこれ今からめっちゃ編集するんですけどね。無事に
2回目のエンディングを迎えることができました。よかった。いやー本当にね、実際問題、実はこのゲームソフトは通算プレイ時間がもう150時間ぐらいいってるんですよね。何誰こいつ150時間ぐらいもういってるんですよ、もうこの時点で。もともとは友人からあの Wii を借りようという話になって、友人が貸してくれて、それでようやくこのゲームを始めることができたんですよ。だから友人のおかげでできるようになったんですけど、いや本当にね、もう他のゲーム手放してずーっとこれやってたで、だから実況ずーっとやってまして、本当にね、まだね、これあのこの動画を上げるのもどんぐらい先になるかわかんないですけど、いやもう僕がね憧れたゲームですから、うん、本当にこう誰こいつ誰だこいつは。でやっぱねモンバト楽しいっすよ本当に。魔王を倒す、対人戦で強くなる、職業全部99する、モンスターを集める、いろんなものを研究する、そんだけね、いろんな楽しみ方がありますこのゲーム。だから正直ね、本当にもっとね、実はその前世紀やってた頃にもっと金使いたかったなっていう部分はあります。でそれをねビクトリーでいつでもできるようになって、本当にね自分ね、もうずーっとこれ遊んどったぐらいだね。Wii が届いたと、もらった当時、ずーっと一人で誰こいつ遊んでましたもん。だから、本当にね、夢のソフトにみたいなもんですよ。もう僕、今年のメイン実況ソフト、ドラゴンクエストモンスターバトルビクトリーです。あ、でもですね、まだもうちょっと、動画続けますよ。まだまだお付き合いいただけたらと思います。その時を楽しみにしております。ね、まだもうちょっと続けますよ。おーおーおお、ティラ帰ってきたな。その白い歯久しぶり見たわ、お父さん。お母さん久しぶり見たわ。結局、僕が初め予想してたお母さんがガチ勢になるっていう想像は薄れたってことになりますね。いや、正直、ガチ勢、お母さんがガチ勢になって、ティラ、私もモンスターバトルを始めたのよって言ってさ、デントリッチ使うんじゃないかと思ってたんですけど、使わなかったっすね、お母さん。こういうやつが一番怖いのにな。お前は本当によくやった。もう声枯れてんもん。お母さん心配したわ。ねえ、普通にでもさ、考えてみたらさ、ダークドラムと仲良くゲームやっとっただけなんやな。夏休みも元にもう少し。バトルドームもいいけど、そろそろスネアしなきゃダメよ。夏休みあとわずかだぞ。バトルもいっぱいやっとけよ。矛盾してるこの人たち。僕の夏休み。これは。というわけで、長く続いた大魔王連戦。これにて、終了となります。ね。このゲームではもう夏休みはあと最後。僕の夏休み。残り最後みたいになってますね。僕に夏休みなんてないんだけどな。というわけで、今回もこれぐらい終わりたいと思います。ね。何パートになってるんでしょうかね、これね。あげる頃。もう想像つかないですね、本当に。さあ、また、僕の夏休み。まだもう少し続きます。次の動画で出会えることを楽しみにしております。では、ありがとうございました。